ところに来ています。それはどこかというと大島です。大島です。そう、大島です。ここね、一応東京都なんですよ。で、あの大島って言って、こうなんか本島から離れた離島みたいな場所なんですけど、もうね、島って感じ。すごくない？この緑ばっかりみたいな、もうなんもないって感じで、なんかなんで来たかっていうと、私の高校の同級生がそこで働いてて、それでちょっと今日は案内してもらいながら、ちょっと1泊2日のすごい弾丸旅なんですけど、島を案内してもらっているところでございます。はい、はい。で、夜はなんか美味しいご飯を作ってもらって、 でみんなで食べます。みんなで、うん、なんか映ってたんで、うん、なんかおしゃれで、なんか残りマイクね。というわけでですね、で今ね、どこにいるかっていうと、こちら、なんか、何ここ、なんなんですか、これ。大島公園へぇ、公園なんだ。公園らしいですわ。へぇ、マジでコンビニが一軒もないの、本当に一軒もなくて、でも売店がちょっと可愛い売店がちょんってあるぐらい、超のびのびできる。マジ沖縄とか行くよりも下手したらなんかのびのびできるんじゃないかっていう、この人のいなさ。というわけで、この大島公園で遊びたいと思います。イエーイ。そこで餌が買える。あ、そうなんだ。餌買う？こっちだ。猿投げるんだけど。こちらです。こちらですよね。でもこれから来て、なんか残る感覚は出です。あなたがそれ食べる餌じゃないですか。残念なお知らせです。猿にもう餌をあげれる期間は終了したそうです。あ、すいません、ポンさん、それ食べたいの？買うの？買う。じゃあさ、中にいる店員さんにくださいしに行こう。でもわかるよ、最近超ハマってて。はやて。サルでもわかるよ。ずーっとカンタと、あとトミーのオリーブの枝を今日あの来る時の飛行機に乗る前に15回ぐらい聞いてた。本当にリアルにね。あー、もうすごい。まあ、そんな話はさておき、なんかさっき入ったとこからちょっと歩いたら、ここがなんか動物園の入り口みたいで、動物園ってさ、無料で入れるっていう概念なくない？びっくりするんだけど。あ、こっちなの？こっちだって。しかもやっぱワン、しかも都内とかで行ったら、ありがたいことにね、本当にライオンより人気になっちゃう時があるんですよ。本当にありがたいことに。だからね、もうね、動物見れないんですよ。やった。ここだったらね、全部見れる。最高。え？超いる動物。動物？なんかもはや誰に見られるために君たちはここにいるのっていう割に人がいないっていうね。え、入れんの？しかも。今案内してくれてるオレンジの人はゴリって名前です。特に由来はないですけど、高校生の時からめっちゃ仲いいです。近々 YouTube 始めるみたいなので、よかったら見てあげてください。これはあ、そこのこれからピッピー、これからピッピー、あれクジャクじゃん。え、クジャクいんの？行こう。ヤッホーって。ヤッホー。え、待って、アヒルってこんな成長したらでかくなんの？初めて見たんだけど、このでかいアヒル。ディズニーランドとかにいるやつだよね、これ。ディズニーランドとかにいるやつが成長して成長して成長して、うお、すごい。すごい泣き方するんだね。そこにいるのが、フラ。飛行機だ。本当だ。行けた。待って。やばい。私は何もしていない。頼む、話を聞くんだ。
背を向けてそのまま歩く。怖い、やめてやめて。私ね、こう見て鳥が苦手なんですよ。すごいね、ヤッホーとか言って。見つけた。びっくりしたね。びっくりしたな。びっくりしたな。おいで。よし、行こう。次のゾーン行こう。バイバーイ。バイバーイ。え、待って。カピバラいる。かわいい。え、でかっ。でっかいよね。でっかいんだけど。ん？ブー君、誰これは。あ、クジャクが来た。でクジャクとの対面。え、人かのよ。ね、こっちこっちこっち見て。ほら、すごくない？怖い。どうぞどうぞ。どうぞ。撮ってください。撮ってください。見たね。レアだね。もうさ。おいい。え？おお。今のは。一生に一度あるかないかの体験だよ。まだ来る？まだ来るかな。どうだろう。もっと先進んでみよう。まあ違う動物がいっぱいいるってよ。アルホモーラ。やって。アルホモーラ。ウィンガーディアムレビオーサ。ウィンガーディアムオーサ。ウィンガーディアムオーサ。ここ入れるよ。また鳥。大人は鳥が苦手なんや。待って、本当に最悪なことが起きた。シンバさん、糞かけられたんだけど。ねえ、糞かけられたよ。見た？え、ついてない？え、ついてない？この辺に落ちたんじゃない？え？あ、でもないね。ねえねえ、私の後ろは？大丈夫大丈夫。本当？え、大丈夫？よく見てよく見て。テンション爆上がってる時の喋り方。ここだ。これはライオンキングのグラビッケ。ライオンキングでいたね、確かにね。ああ、降りてみる？めっちゃ好き？めっちゃ好き？確認？確認好き？知ってる？俺のこと知ってる？知ってる？僕はポンス。僕はポンス入れてるぞ。来てよ。は？こんにちは。来ちゃった。次？うん。次？次は何かな？次何か。かわいすぎない？え、かわいい、かわいい。はい、というわけでですね、かなり動物園堪能しました。いっぱい動物見れたね、ポンス。次っつってます。だいぶ歩いて怖いよ、今めっちゃ休みにも取れ、虫がない。はい、下からアングルで失礼します。こちらで動物園は以上です。おおやっほー。おお1時間寝て最高に最高にテンションが上がってます。おおおおお今ね、なんか近くの海辺みたいなところに案内してもらってきました。よい、マジ親知らず子知らず歌いたくなるこの感じ、わかります？あの合唱曲の、こうおう丈夫さ、こうおう丈夫さの叫びが聞こえる。踊りがポップすぎる。いや、どうぞ。よん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 、最高。やるやるよ、ふふよ、ひふりよ、ははあらあら、ふふほ、ひふりよ。口笛はなぜ遠くまで聞こえるの、あの雲はなぜ
走りを待ってるの教えておじいさん、教えておじいさん、教えて、アルミの重みの木よてるてるてる、ロロ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 。はい、2日目の朝でございます。今ね、定食屋さんで美味しい定食を食べて、で、牧場に来ました。まあ見たらわかると思うんですけど、牧場でーす。まあ今日はこのまま、まあちょっとどっかをちらっと寄って、それで帰りは船に乗って帰ります。イエーイ！え？最近さ、ポースがさ、臭い匂いがした時にいつも匂いって言うんだよね。昨日も動物園行った時に匂いって言って、今も牛の近くに行ったら匂いって言ってた。ねえねえ、なんかやってる牛が、あ、なんかかゆくて棒で首かいてる、かわいい。はい、そんな感じで牧場を堪能したいと思います。乗ってください。はい。乗ってください。ポンスと彼氏目線。乗ってください。彼女目線。ここで乗っていくよ。うん。うわあ！楽しいね。うん。じゃあこっちよ。うん。ありよ。こっちはこれよ。うん。ポンス。ポンスのこと大好きだよ。じゃあ帰るよ。全然聞いてくれない。行っちゃった。まったく私の彼氏ったら好奇心旺盛なんだから。